どうも、元気よし YouTuber のコウです。さあ、今日もゲストの方が来ていただいた回となっておりますので、早速お聞きください。どうぞ。チョバエモン先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、お忙しい中ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。では、もうご存知の方も、ね、聞いてる方でご存知の方も多いかと思いますけども、少し、じゃあチョバエモン先生、自己紹介していただけますでしょうか。はい。はい。皆さん、こんにちは。チョバエモンと申します。今、小学校で働いております。4月から8年目ということで、まだまだ若手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、チョバエモン先生といえば本当にツイッターで道徳についてもう精力的に発信をされている方で、本当に今年の3月に初の著書がご出版ということで、はい、本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、内容項目から始めよう、直球で問いかける小学校道徳化授業づくりというタイトルで、はい、豊岡出版社さんより出版されます。略して直球道徳ということで、はい、はい、で3月4日からもう Amazon で予約開始されていて、もう24日に発売となっていますので、はい、これが放送する頃はもう4月1日とかそれぐらいになっているので、もう書店にね並んでることかと思いますが、はい、ぜひと手にね、はい、取ってご覧いただけたらなというふうに思っております。はい、ということで今日はその本の内容についてお聞きしても大丈夫ということで。はい、大丈夫です。はい、本当に楽しみにしております。はい、もうね僕自身Amazon で予約させてもらったんですけども、うん、本当に楽しみで、はい、まだね買うのどうしようかなって思ってる方もこれ聞いてね手に取ってもらうことが増えたらなっていうふうに思っています。はい、し、あと本当にいろんな場所で出版のこととかアウトプットをすごくされて見えるので、そのアウトプットのこととかも今日お聞きできたらというふうに思っておりますので、聞いてる皆さんも楽しみにしてください。では今日改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速このご著書のことについてお聞きしたいんですけども、はい、はい、道徳の本ということで、今回この内容項目にすごく焦点を当てて見える本になると思うんですけども、その、まあ、聞いてる方も、まあ、道徳を専門にやってるとかあまりそうじゃないという方も見えると思うので、改めて内容項目ってどういうものかっていうのをなんかざっくり説明していただけたらと思うんですけど、どうですかね。はい、もう細かいことを言い出すと、はい、どうしたらいろいろ解説を言っていかないといけないんで、そこを省いたとすれば、はい、本時に学ぶべきテーマですね。教科書会社によっても違いますけど、はい、例えば教科書の、教材のタイトルの横にちょっとした文章があるかもしれない、感謝するためには親切な心とはみたいな、そういうキーワードですね。なるほど。それが、小学校では22個もあります。低学年中学年ではもう少し数は少ないんですが22個あるんですね。はい、それがまあ内容項目ですね。はい、なるほど。ざっくりとそういう感じです。はい、いやすごく分かりやすいですね。はい、本日学ぶべきテーマ、キーワードということで。そうですね。なるほど。じゃあそのどうして、まあその、まあ、今聞くと、まあ、そこに注目するのは、まあ、確かになっていうふうに思うんですけども、どうしてこう内容項目に着目して本を書こうっていうふうに思われたんですかね。一つは、はい、今ツイッターの方で、はい、固定ツイートで上げさせてもらったのが内容項目だったので、はい、で、まあ、それを出版社の方が見ていただいて、まあ、評価いただいたという形なんです。じゃあそのツイートはどういう流れになったのかっていうと、はい、もちろん若手の今よりもっと若手の頃から内容項目は知っていましたけども、はい、まあ、今ほどは正直学んではいなくて、まあ、ある時研究事業がきっかけでちょっとこれはまずい、もっと勉強しなきゃいけないと思った時にどこかなって考えたら、いや、やっぱり内容項目外せないよねと思って、そこから本格的に学び始めたっていう流れですね。
るほど。ウンケカマンやっぱりそこが核だなみたいな感じで。そうですね、そこは切り離して事業作りはできないんじゃないかなと、はあ、私思ってます。なるほど、よく分かりました。で今回のこの直球道徳の授業っていうのはその、まあ、内容項目を、まあ、この有効活用って言ったらちょっとニュアンス合ってるのか分かんないんですけども、そういう授業がまあいわば直球道徳の授業っていうことかなっていうふうに思うんですけども、具体的にどういう感じの授業になっているんですか。そうですね、もうね導入でいきなり内容項目について問います。はい、あの例えば、はい、正直っていう内容項目だったら、はい、正直って何だろうってもう導入で問います。うん、でそこから子供たちに、まあ、正直について考えてもらったと、まあ、書いてもらったりしたことを、はい、みんなで、まあ、みんなじゃないか発表していってもらって、はい、それに対して問い返していく、うん、でもさこういう時って正直って言えるのとか、うんうん、正直の反対、うん、もしそれが嘘なんだったとしたら嘘は絶対についちゃいけないのとか、うん、もう導入でもうどん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 そういう話をしていきます。うん、これが僕の考えるこの直球道徳っていうことで、はい、ただオリジナルかと言われるともちろんそういう実践をされてる方もいらっしゃるので、はい、僕が作ったものではないけども、うん、僕は今そういうスタイルで、はい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 、はい、していきます。なるほど、もう導入でもう ど直球で聞いてしまうんですね。そうです。でそれも、うんうん、はい、ね、以前、うん、命についての授業をした時に、はい、展開の本当に講談終わりの方とか週末で子どもたちからやっぱり命って大切だよねって話が出てきたんですよ。はい、で僕がじゃあどうして大切なのって問いかけたんですね。はい、だから子どもなんかいろいろ言ってくるんですよ。うん、でもう時間も終わりだったんでそこで終わっちゃったんですね。うん、いやこれはちょっともったいないなと思ってそういう授業が何本か続いて、はい、じゃあもう最初からいきなり聞いてみようかと思い始めたのがきっかけです。あ、なるほど。あ、もう45分しかないので、うんうんうん、もう先に聞いてしまおう、うんうん、もうこれが僕の行動の型ですね。なるほど、這い回ってしまうよりはもう最初から聞いてしまおうというような、はい、こうさ導入でドンと言って、まあ、こう発表して問い返しっていうのが、まあ、この導入の最後に行うって感じですか。その問い返しが最後というか、もうもしかすると何だろうって聞いて子どもが返事があった時にもすぐに問い返す場合もあるので、はいはい、問い返しを出すとかは可能なんですか。ああ、その都度問い返していく。なるほど、そう問い返してこのなんか判読みたいな風に入っていくっていう感じ。そうですね。ああ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 、そのこう直球をドンって投げた後に、まあ、判読でこうなんか展開のような感じになっていくと思うんですけども、その展開以降とか、あの本の目次にも書いてあったんですけど2球目以降の変化球っていうところはこうどういう授業の流れとかになっていくんですかね。2球目以降の変化球っていうのが、はい、要は問い返し発問なんですよ。はい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 、だからそこが展開ではなくて、まあ、導入で最初直球で何とかで何だろうって聞きますけど、はい、もちろんそれだけで授業が深まるとは思っていないので、うんうん、それこそ大事なのが直球の後に投げかける変化球、うん、問い返しかなと思ってて。あ、そうなんですね。変化球があるからこそ直球がより際立つというか、そういうふうに考えてるので、はい、2球目以降の変化球が展開ではないです。もうすでに導入で行っています。あ、まあ、あんまり切れ目がないというか、うん、うん、そうですね。あ、なるほどなるほど。でも問い返しと答えとがもうどんどん続いていく感じっていうイメージですか。そうですね。あ、授業によれば、はい、これ導入だけの話で45分か授業したいなって時も正直あります。うん、もう本教科書いらないみたいな。そうです、あります。あ、そうなんですね。でも教科書使いますよ。はいはい、使いますけど本当にね5分じゃなくても10分とか15分弱使う時もあります。それでかなり広がっていくと、は
はいはい。おそらく他の先生方より導入の学業時間も長いと思います。うーん、逆にこう教科書に行くタイミングっていうか、教科書どういう風に使われる、なかなか差し込む場所に逆に、ね、うん、難しいかなと思うんですけど、逆にいつに、まあ、導入でいろいろ取り返していって、はい、じゃあ今日はいろいろ考えたけど、特に実は今回の話はこういう話なんだっていうのがある一点を伝えて、うん、じゃあこの話の中で例えばどんな正直があるんだろうねとか探してみようかみたいな感じで教材を反復していきます。なるほどなるほど。教材について考えていきますね。はいはい。でそこからまた戻っていく感じ、それともまた教材について考え、教材についてというか、僕の考えとしてはこれは本当にいろんな意見があるので賛否は分かれますけど、うん、教材は本時の内容を考えるきっかけやと思っているので、はい、できるだけ可能であれば教材に入って教材について考えるけど、早く教材から離れたいんですよ。でもう一度導入で考えたことを展開の講談で考えるというイメージです。なるほど。でももちろん教材によってはもう展開でずっと考える教材もありますけど、はい、僕の立場としては、まあ、できるだけ早く離れる、そして自分ごとして考えるっていうスタイルですね。なるほど、面白いですね。そうなんですね。ありがとうございます。いや、あの杉森さんがもうこれどんな教科書であっても使えるんじゃないかっていうことで、あのお話しようっていう風で、あの出版の方を、ね、あの考えたっていうかいう風に言ってみえたので、うん、確かに今聞いてると別に内容がどうであろうとやっぱ自分で考えたことからスタートして自分ごとに落とし込んでいけば、うん、そうですね、うん、いいなっていう風に。道徳の教科書って結構教科書によってなんか全然載ってることとかが違うから、教科書なんです本買ってもあれこれ全然使えへんやつやとかって思ったりするので、確かにそこなんです、うん、僕が思うのはそこで、はい、もちろん導入とかを考えるときに、はい、当然教材を無視しては考えていません、はい、もちろんこういう教材で、あ、この教材は特にここにピンポイント視点を置きたいなとは考えますけども、うんうん、なんていうかな、教材に左右されないっていうのは本当に今高先生おっしゃる通りで、要は例えば学年が変わると教材も異なるじゃないですか、うん、そうですね。その一つの教材についてとことん向き合うのももちろん大事なんですけど、うんうん、学年変わったら教材変わるし、うん、同じ学年を持つ可能性ってね、うんうん、それが毎年毎年あるわけじゃないし、仮に転勤して教科書が変わるとまた変わるし、うん、だからこそ、まあ、指導要領解説が改定されれば内容も少しずつね変わっていったりはしますけども、うん、まあ、絶対大きくは変わらないんで、うん、その根源となる内容項目について学んでおけば、うん、ある程度いろんな教材に対応できるというか、うん、何にもつながるというか、うん、そういうふうに思ってます。そうですよね、うん、それがすごく、まあ、他にもあるかもしれないんですけど画期的だなっていうことを思ったので、うん、こうなんか、ね、結構やっぱ教材ありきのところもあったりとかする本もあったりするので、うん、そういう学び方というか、うん、考え方を教えてもらえるのはすごくありがたいなと思って早く読みたいなと思ってる。本書の特徴はそこですね。完全に教材、この教材の中じゃないので、はい、っていう意味で、まあ、汎用性は高いと思います、はい、ただ、逆に言うと教材を載せていないので、うん、もしかすると読んでくださってる皆さんにとって具体的なイメージが湧きにくい可能性もあります。ああ、そうか、あの教材からこう聞いてるのかじゃないので、はいはい、この項目だからっていうので、うんうん、そこはもしかするとちょっと弱点かもしれないですけど。なるほど。でも僕はその弱点以上に良いところがあると思っているので、はい、今回のこういう本になりました。はいはい。そういう本は他にもたくさんある
から、うんうんうんそうですね、やっぱそっちの方が提案性があるっていうか、うん、学びたいっていう人は多いんじゃないかなと思うので、うん、聞いてる方もぜひね読んでみるとその良さというか、まあ、癖というかいい意味の引き出しとしてすごい増やしておくといいんじゃないかなっていうのはすごく思うので、分かりました。じゃあそういうまあその教材の具体は あまり書かれてないというふうにおっしゃって見えましたけど、この子どもの姿の様子とかはなんか杉村先生に聞くと、まあ、載せてあったりとかする。この最終的なこの子供振り返りでの子供の姿は載ってるっていうふうに聞いてたんですけど、じゃあそうなんですね。はい。はい、それは、はい、うん、このやっぱ実際にそういう直球道徳を行っていくとどんな子供の姿になっていくっていう感じがあるんですかね。もう導入でいきなり聞くので。うん、まあ、ある意味今日はこういうことについて考えていこうっていう、まあ、他教科でいう目当てみたいなイメージですかね、はいはい、が定まるので、うん、基本的にですけど子どもたちの振り返りが例えばこのお話の誰々さんはすごいなと思ったとかそういうお話の感想ではなくて、はい、ありますね、自分自身が考えるこの価値とはこういうことだとか、なんかいろいろ考えたけど分からなくなったなとか、うんうんうん、そういう振り返りが多いですね。なるほど。もうこの価値項目についても考えるっていう子が増えていくっていう、うんうんうん、そうですね、内容項目ですね。あ、失礼しました、内容項目か、はい、そうですね、うんうんうん、そうですね、なんか教材が入ることによって、うん、いいところもありますけど、なんか雑音というかそういうのになっちゃって振り返りがうまくいかないっていうことも僕もあるなって思うので、低学年であれば、うん、おそらく、まあ、動物がよく出てくる教材が多いですけど、うん、それにどっぷり浸かるのはすごく大事だと思うので、うんうん、大事かなと思うんですけど、まあ、できるだけその振り返りがお話の感想にならないように、うん、自分ごととして自己を見つめる時間はすごく大事だと思うので、うん、そこを取るためにもこういう、まあ、直球道徳っていう形でしていますね。なるほど。今低学年と高学年っていうところが出てきたんですけど、そのなんかもうこう低学年の例と高学年の例とかって出して見えるんですよね、こう今回の本ですよね。はいはい、そうです。そうです、全ての内容項目を2学年ずつ導入とか数も全部載せたんで、はいはい、まあ、本来はね、児童養護所は1、2年生、3、4年生、5、6年生と3つに分かれてますけど、はい、まあ、ちょっとそこは使命の都合で、うんうん、1、2、3年生と4、5、6年生というふうな分け方ですけど、はい、載せていいので、うん、低学年とその高学年も、うん、この僕が行ってきた導入の違いとか、はい、発問の違いとか、はい、子どもの振り返りの違いっていうのも面白いポイントじゃないかなとは思ってます。はい、そこが全部網羅的に見えるっていうのもすごく面白いなっていうか参考になるなってことはすごく思ったので、これなかなかこう一言でなかなか言えないかもしれないんですけど、低学年と高学年って具体的にどう導入変えていく感じになるんですか。もう項目によってまあだいぶ違うとは思うんですけど。そうですね。僕のニュアンスとしては、はい、高学年ほどやっぱり抽象的なことを考えることが多いので、はい、導入でもその日に学ぶ価値の本質とか意義とか、はい、そういうことを聞くことが多いです。ああ、なるほど。ただ低学年はもちろん項目にもよりますけど、うん、こういうことをしていったら結果どうなるみたいな、いいことが起きるみたいな、要は家庭も大事なんだけど、やっぱ低学年の子たちって結果も大事だと思うので、うん、こうしたからこうなったっていうのは、うん、その辺は意識はしていますね。あ、なるほど。でも読まれる方もこのそういう低学年と高学年の違いがあるなっていう思った風で読まれると、まあ、すごく頭にも入りやすいかなっていうふうに思うので、うんうん、
はい、わかりました。こう結果を聞いてた低学年と高学年は、まあ、ちょっと本質というか意義とかに着目するという感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、なんかこの著書を書かれるときに、なんかこれ全然あのカットとかでもいいんですけど、あの、はい、これあの載せたかったな、これっていうのとかあったりしますか。この紙面の都合上では泣く泣くもうこれカットするしかないなっていう幻のなんかものがあったりとかするのかなとか思って、そこは全然カットしなくて大丈夫ですけど、はい、あのね、ないです。あ、ないですか。本当にね、あの、まあ、杉森さんといろいろ相談させてもらいながら書かせてもらいましたけど、はい、私が書きたいことは本当に全部書かせてもらいました、はい、すごい、本当ですか。もちろんね、文章を見ていただいて、はい、こっちの方が伝わるかなとかそういう手直しがありますけども、はい、いや、ちょっとその内容はきついなとかそんなのは一切なく、本当に私は、うん、考えてこういう流れで書いていきたいってことを、うん、もうそのまま書かせていただいた感じですね。あ、そう、カットはないです。あ、そうなんですね。もうじゃあ、うん、もう初梅門先生のもう全てが載せ切ってある本っていう風で、うわー、それそうです、より楽しみになってきました。すごい、そうなんですね。これは本当に、うん、いや、早く見たいなと思いました。そうですか。むしろカットではなく、はい、あ、ここも欲しいなとかいうふうに、はい、まあ、言っていただいて、はい、あ、じゃあそのことも全内容項目で増やしていきましょうとか、はい、増やしていったことは多々ありますけど、はい、減らしたことはもう一切ないですね。すごい、なるほど。より増やしていくっていう、増やしていけるっていうのもすごいなと思いますけど。そうです、ね、ちょっと最初困りましたけどね。思いましたけど。そうですか。わかりました。いや、それが本当にもうすぐ読めるということで、いや、その杉森さんとのこともできたので、今度まあ出版とかこのアウトプットのことについてお聞きできたらなと思うんですけども。このそもそも、はい、まあ、前杉森さんからもお聞きしたので、まあ、あの、被る部分もしかしたら出てくるかなとも思うんですけど、そもそもどういう経緯でこう出版っていう風な感じに至ったんですかね。さあ、いかがだったでしょうか。チョパエモン先生ゲストでお迎えしました。ね、直球道徳とてもよく分かったんじゃないかなと思います。うわ、もっと気になるなという方はぜひね、概要欄のリンクから飛んで購入していただきたいなと思います。書店にもあるかと思いますのでぜひ手に取ってご覧ください。次回もチョパエモン先生がゲストの回となっております。書籍だったり雑誌の寄稿とかをされているチョパエモン先生ですけども、そのアウトプットのこの根源となるものは何なのかということだったりとか、まあ、本名でご出版ということになられましたが、そういうのがね、怖くなかったかとか、出版の経緯とか、そういう裏側についても、もっともっと聞ける回となっておりますので、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思いますので、次回もよろしくお願いします。今回もありがとうございました。ではまた。